北朝鮮では時々全国母親大会というイベントが開かれる。2023年12月3日から2日間開かれた第5回全国母親大会で、指導者キム・ジョンウンは演説を通じて、母親たちが子供をたくさん産んで国に捧げるように強調した。北朝鮮はこの大会が母親のための行事だと宣伝しているが、実際には出産を強制する宣伝だった。これは北朝鮮で女性の役割は家庭と社会の再生産に限定され、家父長制的秩序の道具であるという証拠だ。キム・ジョンウンが女性たちに子供をたくさん産むように強調した理由は、北朝鮮の出生率のためだ。北朝鮮と経済水準が似ている低開発国は出産率が高いのが一般的だが、北朝鮮は特異に出産率が低い。現在の傾向であれば、2033年以降は人口が減少すると予想される。産業と軍隊の運営を完全に人力に依存する北朝鮮の特徴的な人口減少は国力に直接的な影響を与える。では北朝鮮の女性たちが子供を産まない理由は何だろうか。まず北朝鮮の家庭で女性は生計扶養の責任を負わなければならないため、子供を少なく産むしかない。北朝鮮では男性は給料をもらえないのに無条件に仕事に出なければならないので、女性がお金を稼がないと家族が生きていけない。また医療施設も問題だ。北朝鮮は首都である平壌を除けば出産のための医療施設が非常に不足している。妊娠後定期的な検診を受けられる女性もほとんどいない。出産は病院費が不足しているため、ほとんどが自宅で行うのが現状だ。そのため北朝鮮の出生時死亡率は1000人あたり15人で、国際平均より3倍ほど高い。したがって北朝鮮で出生率を高めるためには、女性の生計負担を軽減し、衣食住問題を解決し、医療施設の質を高めなければならない。しかしこのような実質的な対策は無視したまま、母親大会を開き、思想動員で出生率問題を解決することだけに集中する。何の支援もなく、キム・ジョンウンへの忠誠のために子供を産めと強要するのだ。それで北朝鮮は最近、母親大会では子供を多く産んだ良い母になれば首都である平壌を観光する機会を得ることができると大々的に宣伝した。母親大会が開かれると、全国から審査を経て合格した人々が平壌に集まる。選抜基準は、子供をたくさん産んで国家への忠誠を証明した人だ。彼らはキム・ジョンウンの演説を直接聞く機会が与えられる。北朝鮮で指導者であるキム・ジョンウンを直接見ることは大きな栄誉を意味する。また、彼らには首都である平壌を観光する特権が与えられる。移動の自由がない北朝鮮で平壌観光は大きな恩恵だ。北朝鮮の官営メディアは平壌を観光する母親たちの姿を大々的に宣伝した。子供をたくさん産めば彼らのように平壌観光の機会を与えると宣伝しているのだ。